67試合にわたるシーズンを戦い抜いた長崎ヴェルカの前田ヘッドコーチや選手たち、職員や市民の祝福の中、長崎市役所を訪れました。今シーズン、ヴェルカは B2 リーグ西地区2位でプレーオフに進出、準優勝に輝き、チーム発足から最短で B1 昇格を成し遂げました。 B1 という最高峰の舞台になるんですけど、その中でも厳しい戦いは絶対に待っていると思います。僕たちのプレーで勇気や感動を市民の皆様に与えれるように頑張っていきますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いします。ヴェルカの選手たちは今日午後5時から長崎市内で行われる B1 昇格パレードにも参加します。